ビートライブニュース。今週は愛梨がお休みということで、久々に私ターボーがニュースキャスターを務めます。ということで今回は地域のお祭りに参加したビートライブチームの様子をお届けしましょう。まずは8月2日土曜日、第11回目を迎えた上賀茂夏祭り。ビートライブ上賀茂校からオルトタイプクラス、南幼少クラス、桃クラス、そしてビートライブアンダー12が登場しました。トラブルも何のその、元気に踊り切りましたね。それではインタビューをお願いします。上賀茂夏祭りお疲れ様でした。今日踊った感想を教えてください。はい、ちゃんと頑張れました。頑張った成果がありました。練習通りにうまくできてよかったです。続いて8月3日日曜日、京都市障害者スポーツセンターの夏祭りに参加したチームを紹介します。ビートライブアンダー12とアンダー15、そしてサマースクールのクラスが参加しました。サマースクールというのは夏休みに5日間集中してダンスを習うクラスです。今回は第1クールのクラスを紹介します。練習の成果出せたかな？本日のイベント終了しました。今日イベントに出た感想を教えてください。5日間頑張ってきたことを出し切れたので楽しかったです。初めはちょっとできへんかったけど、だんだん上手くなってきて嬉しかったです。1週間サマースクールに行った感想を教えてください。初めはみんな緊張して喋れなかったけど、みんなとここまでやってきてダンスも上手になったと思うので良かったと思いました。1週間サマースクールに通われたお子さんを見てどうですか？今まで1日にこんだけ踊ったことがなかったので、5日間でここまで踊れて正直感動しました。サマースクール第2クール第3クールのクラスの様子はまた後日お伝えしますのでお楽しみに。続いてはインフォメーションコーナーです。